樹齢1500年を誇る日本一のクスノキがある蒲生の集落。大クスドンと秋祭りは人々を楽しませたいというのがモットーの太鼓集団蒲生郷テコ坊主が中心となって始められた。テコ坊主の結成は1986年。当初はメンバー全員が楽譜を読めなかったものの、練習を重ね創作曲を次々と生み出した。また活動の柱に交流を掲げ、地域のイベントに積極的に参加。結成3年目からは海外公演にも乗り出した。特に交流が発展したのがお隣の韓国。秋祭りでは毎年伝統芸能を学ぶ学生たちが来日し、お互いの感性を刺激し合ってきた。そんな交流から生まれた独創的な楽曲がいくつもある。例えばこの曲は韓国のリズムを日本の楽器で奏でている。もちろん交流は音楽に限らない。学生たちは3泊4日のホームステイ。地元住民と食べたり遊んだり。最近は学生時代に来た若者が改めて来日してスタッフとして働くなど、ますます心の交流が深まっている。鹿児島를제2의고향으로생각을하고心が温かい。テコ坊主結成から30年余り。今も祭りスタッフの中心には初期のメンバーがいて、人々を楽しませたいという気持ちが続いている。そして涙のお別れ。今やこの感動が蒲生の町の宝となった。毎年来てくれてやっぱり嬉しいですね。愛してる。